初島型電乱不設艇は日本海軍の電乱不設艇。同警艦4隻。日本海軍で最初の電乱不設艇。電乱不設艇は幼稚防衛のために有線爆破型の機雷や陣桶型の水中超音機を設置する船。いわゆるケーブルレイヤーで民間船では海底ケーブルの設置だけなのに対し、本型では同時に完成機雷や水中超音機の 設置も可能とする。日本海軍は優先爆破型の機雷として92式機雷を保有していたが、不設用の専用艦船はなく、雑液船などで電線を不設していた。しかし、これでは今後の不設計画が実施不可能になるために、能率的な不設のできる艦船を求め、1939年度の臨時軍事費の雑船建造費で、 専用の雑駅船4隻が建造されることとなった。1隻あたりの成立予算は176万円となっている。本型確定は1940年から翌年にかけて竣工1番艇、初島は、竣工に合わせて10月25日に、雑駅船から特務艇内の電乱付設艇に類別、2番艇、鶴島も同日に電乱付設艇に類別された。 巡航後の、確定は4つの鎮守府の防備隊に、それぞれ1隻ずつ割り当てられ、電乱不設や、近海の警備に当たった。その他、戦乱護衛にも従事し、初島が、ラバウル、立石が、マカッサル海峡方面まで進出している。1945年に入り4隻中3隻が、戦没し、唯一残存した、鶴島は、低新省へ移管、海底電線不設船。 鶴島丸となった。海上自衛隊の昭和28年度艦船の一席、不接艦、津軽は本型を改良、近代化した艦だった。計画番号 J21。基本計画は松本北郎造船少佐が担当。もともと雑駅船として計画されたので予算圧縮のため船体は、商船形式に準じ鉱材も難航のみを使用していた。 機関も石炭戦勝ボイラー、レシプロ機関を搭載し、計画速力は14ノットだった。電乱付設の専用設備としては、環境と煙突の間にスペースを設け、そこに電乱を収める、電乱庫を2箇所設置、電乱2万メートルが収められた。上甲板には海底沈下置きの水中常温機4組を搭載し、その取り回し用に12メートルデリックを、 船体中央部に装備した。監首部分にはケーブル用リールを備え、環境前の最上甲板には二組のカッシャリン、系、ウインチが設置され、電乱艦上機が環境下の2甲板を貫いていた。その他に対戦用、機雷12個、爆雷9個を搭載、機雷を搭載しない場合は爆雷18個搭載可能。備には、 機雷敷設用の投下機場が設置され、その内側に爆雷用機場も設けられていた。方向並走としては、5カンパーに8センチメートル広角砲1機、後部マスト直前の上構え上23ミリメートル連装機銃1機を搭載した。開戦後には93式単新技を装備、対戦後半には爆雷を約60個搭載とし、全部船底に水中上温機を装備した。 戦後の、鶴島引き渡しも黒くによるとこの時点での、機銃装備は、13mm 連装機銃は、搭載しておらず、25mm 連装機銃2機、同単装2丁を装備していた。連合艦隊軍艦名名電によると、爆雷9個、日本海軍特務艦船士、P44 によると、爆雷12個となっている。その他に特設電線不設線春島丸などがあった。 画像48から50、S18 内例1440。終戦時の日本海軍艦艇 P110 によると、春島丸は、電弾不設定に編入し、春島に改名したという。命名で 2014P522 では、昭和20年3月27日、殺難諸島の草垣島西方で、米潜水艦、トリガーの来撃を受け沈没した。としている。 ありがとうございます。